はい、どうもです。今回ですけども、ちょっとね、ガチで、俺怒ってます。で、その怒ってる理由がですね、結構前に、とある僕のファンの方が、僕に向けて、手作りのめちゃくちゃ高い70万円ぐらいする指輪をプレゼントするために、わざわざ作りに行って、それを送りましたっていう、配送しましたっていう動画を上げたんですよね。で、まず視聴者さんから聞いて、その動画を見て、でも俺の元には届いてないわけですよ。その70万円ぐらいで作った指輪ってやつが。届いてなかったんですよね。で、何度いろんなところに問い合わせに届いてなくて、で、嘘やったんかなみたいな。その動画、すごい信憑性のある動画やったんですよね。めちゃくちゃ丁寧な動画で、すごいちゃんとした人やったんで、どこ行ったやろ指輪みたいな思ってて、そっから1週間ぐらい経って、それでもやっぱり届かなくて、なんかこれおかしいぞと俺思ったんですよね。で、もしかしたら元いた事務所バズに届いてるんじゃないかと思って、バズに問い合わせたんですよ。そしたら届いてましたみたいなこと言われて、もう結構な時間経ってるわけですよ。届いてたんやったら普通連絡するやろみたいな。いやもう普通、いやいやマジでマジで。で、俺これ今回1回目じゃないんですよ。実は僕も前にいた事務所をめちゃくちゃ悪く言うつもりはないですけど、これ2回目なんですよ。過去に僕がレムとラムやったから、めちゃくちゃでかいぬいぐるみ店長のところを買ったことがあるんですよ。ほんまにでかい、なんか双子みたいなやつ覚えとる人もおるかな。赤と多分青かなんか忘れたけど、めっちゃでかいぬいぐるみ買ったんですよ。1体多分数十万するやつを買ったんですよね。で、それを店長のところで買ったから、東京で査定してもらおうと思って、で、東京のバズのところに届いたわけです。そのぬいぐるみが1体それ盗まれてたんですよ、バズの中に。いやマジで、これマジで。だから動画化されてるんです、その動画。1体ガチで盗まれてて、バズの当時本当にもっと今よりずさんだった時ですよね、バズがもうマジで。従業員に盗まれたんですか？恐らく。いや、そうや。だってそのヤバいのが、まあ知らんで、どうなったのか知らんで、昔はプレゼントが分かるとこ誰でも出てきたわけよ。そうなんですか？そうそう、やば。だから高いもん超えたら誰でも盗めるわけよ、環境として。そうみたいな会社なんですよ。今はもちろんね、まともになっていってるって。俺もなんか噂で聞いてるんですけど、そういうことがあって、気づかなかったんか、本当に連絡先がなかったのか、絶妙なとこなんですよ、あいつら。ほんまにそれ一部ね、うっとりするいるんですよね、バズにも。やっぱ名前は出さないですけど、一部ね、こいつはもうガンやなってやついるんですよ。だから僕も辞めてるんですよ、実際ね。だからバズ辞めてるやつが多いんです。もちろんいいとこもあるんですよ、いいとこもあるんで残ってる人もいるっていうあるんですけど、今回そういうことが起きて、僕としてはね、本当に怒り心頭、もうテレビ番組になりますよ、これ一つぐらいの。でもほんまにあかんことやな、それは。いや、そう、いやマジでそう。で、70万の価値のものは、せっかくファンの人が送ってくれたやつが見つかりませんって、ヤバくない？普通に考えたら絶対連絡せなあかんやん、バズが。ほんまにしてこいよ、ヒカルさんにこれ届いてますよって一言。そうだから、ワンチャンやで、いっぱい届いとうけど俺の来てないの絶対あるやんって。だって、いやほんま、今まで辞めてから一度も俺のところに届いてましたって連絡来てないわけよ。来てない、ほんまに。そんなん絶対ありえへんから、絶対ありえへん。だからバズに届いて俺当てるやつ、向こうが勝手に処分したわけよ。とにかく向こうが勝手にもらっとうかも。そう、絶対もらっとう、100いきれ、絶対もらっとる、絶対届いとうも俺のところに 100%、 何かしら。だからもうそういうことやるんやったらほんまに喧嘩するぞ。マジでバズ聞けよ。いや、とこの際から言っとくけど、俺がバズ辞めてから、バズの会社が、まあ、例えば俺に企業案件振ってこうとした時に、代理店にちょっと圧力かけとみたいな、俺聞いたことあるから、そういうのも。やっぱ俺も視聴者のとかいただいたもんだから、うん、まあ、できる限り自分の手に届いてそれを開けたわけ。そういうのはね、何ていうか、横島な人間がやるのはやめてほしい。バズの価値も下がるから、バズのクリエイターにとってもいいことじゃないというか、全くもって。バズの価値が下がれば、バズのクリエイターの価値も下がっちゃうんでね。で、今せっかくバズのクリエイターの子たちがめっちゃ頑張ってる中で、バズの会社の人間がクソみたいなことしてたら、やっぱね、クリエイターまでマイナスの方向に行っちゃうんでね、そういうのを今後注意してほしいなと思います。まあ、あえて僕はこう動画で言いました、ズバッとね。そっちもダメージあるやろうと思ってね、やっぱ一回これぐらいガツンと誰かが言わないと、もっと所属してた人間として言いたかったというか、もうこれバズのクリエイターも思っとると思う。バズちゃんとしてくれっていうところいっぱいあるから、うん、もちろんこれまでいろんなことあったけど、やっぱ今もやっぱ絶対なあなあなっとるというか、まあ、クリエイター自体が若いから社員も若いっていうのはもちろんあると思うんだけど、うん、そういうところちゃんとしてくれないと信用度落ちていくんでね。僕みたいなちょっと営業力になる一人敵に回すだけですごい落ちますよ。そういうことをしちゃうと、前みたいな一回あったやん問題が、いじめ問題みたいな、ああいう大きな問題発展しちゃうんでね、まあ、僕はもう別にいいですよ、手に入ったんで許してます。ちょっとはね、ちゃんとしろと思いますけどね、うん、でもそんなぶっちゃけぶち切れてはない。